実はこの土日に急性胃腸炎にかかりまして、もともと過敏性腸症候群で普段からお腹の不調はあるんですけど、熱が出るほどの胃腸炎っていうのはほぼ初めてだったので、なかなか辛い週末でした。そんな中、欲しいものリストでこの前のビオフェルミンに引き続き腹巻きが2枚届いたことを御礼申し上げます。1枚はこの間もビオフェルミンを送ってきてくれた方からで、もう1枚はよくライブにも遊びに来てくれる方からでした。やっぱり人からいただく腹巻きっていうのは温かみが違いますし、そもそも女性からのプレゼントっていうのはそうそういただけるものではないのと、あとこの YouTube は収益を得るっていうのも一つの目標でもあるので、ある意味夢が叶ったようなそんな気持ちにさせていただきました。どうもありがとうございました。このままでは僕自身ちょっとエスカレートしてしまいそうなので、 YouTube で使うもの、もしくは過敏性腸症候群に関するものだけに限定して、また欲しいものリストを追加しましたので、ご興味のある富豪の方や地主、宝くじが当たった方など、もしよろしければご覧になってください。ちなみにまさに急性ということで、出先で意識が朦朧となるぐらいお腹が痛くなってしまって、やむを得ず本屋さんのトイレにお邪魔したんですけど、2つあったうちもう1つの方の方もちょっと長かったみたいで、そしたら外でおじさんが奥さんと思われる方に電話しながら、こいつらうんこなんてしねえで充電しながら携帯いじってんだよ、水ぶっかけてやろうかなって言ってて、僕は正直それどころじゃなかったんですけど、空いた隣に入ったそのおじさんが10秒ぐらいでうんちを済ませて、やっぱり快便の方には過敏性腸症候群などでうんちに時間かかってしまうっていうことにイメージが湧かないんだろうなと。なのでもっと過敏性腸症候群を世の中に広められるように尽力してまいりたいと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。さようなら。